こちらは社会福祉法人正夢の会の障害者施設です。都内に13の事業所を展開し、その中の3つはより良いサービスを提供したいという若者の思いから生まれています。若手のチャレンジ精神を大切にするその開かれた社風でスタッフが生き生きと働いています。障害福祉サービスは施設や自宅で暮らしている障害のある方を支援するお仕事もありますが、こちらの施設では一般企業への就職が困難な障害のある利用者の方にお弁当作りやお菓子作りといった働く機会を提供しています。また就職を希望する利用者さんには働く上で必要なスキルアップと就職に向けたサポート、就職後のアフターフォローまでを行っています。そんな稲城ワークセンターの職場体験にやってきたのは福祉系大学に通うこちらのお二人。今日はちょっと利用者さんと の職員さんの関わりを見たいと思います。そうですね、僕は結構初めてなので、なんかどういう、まあ、雰囲気なのかっていうのを見れたらなと思います。頑張ります。さあ、どんな一日になるのか二人に密着してみましょう。コラボ稲城ワークセンターの一日は朝8時半から始まります。学生たちの一日体験をナビゲートしてくれるのは在籍2年目の中村さんです。おはようございます。おはようございます。1月15日金曜日です。朝礼では午前中に作るお弁当の献立と作業の役割分担を確認します。じゃあ今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずはおにぎりを作ってみましょう。はい、どちらが、じゃあ僕が、あ、はい、お願いします。よろしくお願いします。お弁当作りを通して利用者さんの課題や成長を見つけるのも職員の仕事です。集中力は切らしていないか、作業スピードに遅れはないかなど、一人一人を観察しながら声かけやサポートを行います。あ、竹田さん、もう終わった。早いじゃん。お、早いじゃん。まあ、ただこれ違いますよっていうんじゃなくて、できた時はしっかりとどこが良かったかっていうのを伝えて自信を持ってもらう、それがこう自分の力でやろうっていう気持ちに変わったりするので。49ぐらいだったから、はい、大丈夫です。はい、じゃあこれから唐揚げをやります。はい、お願いします。あ、めっちゃいいな。とりあえず火に慣れてもらわないと、彼も最初は火怖い怖いって言われて、だけど今はやりたくてした方がいい。基本的にこうやって見守りはしますよね。ああ、なるほど。まあ、そうですよね。ですぐまあ、また止められるような。さあ、時間もいよいよ大詰め。おいしそうなお弁当が続々と出来上がっていきました。はい、山田さん、あとお願いしますね。はい、じゃあこっちもお願いしていいですか。はい、OK、はい、です。いい感じだな。いらっしゃい。時間通りにお弁当も出来上がり、配送車を見送ります。お弁当の配達は職員が運転して利用者さんと一緒に納品先を回ります。まずやってきたのは市役所。出来たてのお弁当を早速棚に並べていきます。数に間違いはないか、きちんと挨拶やコミュニケーションができているか、利用者さんが社会の一員として働けるよう職員が見守ります。おはようございます。コラボ以外です。はい、ありがとうございます。
およそ1時間かけて納品先を回ります。稲城ワークセンターの2階ではクッキーやベーグルなどのお菓子が作られています。これから一緒に作業してもらいたいんですけど、なんで一緒にやってもらうかっていうと、一緒にお手伝いすることでより距離を縮めやすくなるので。気をつけた方がいいこととかってありますか？一人一人それぞれプライドを持ってお仕事をしているので、うん、はい、何でもこう手伝えばいいってわけではなくて、はい、できないところだけを話してもらっていいかなって思います。それでは利用者さんと一緒にベーグル作りに挑戦。砕きます。そうですね。よし、こんな感じどうでしょうか。ちょっと取ってみます、はい。利用者さんと積極的にコミュニケーションを図ることも大切です。はい。したら13分。13分。3分ほどに。ひっくり返します。ちょっと混ぜて。あ、ひっくり返すの。生地を発酵させた後、形を整える作業は職員が行います。この飲んでいいですか、はい、先生、これは何点でしょう。65点あこちらではお菓子を入れる箱を作っています。めっちゃ難しいですこれ。これ性格出るから思う。そうですよね。自分が怖い最後にラッピングをして完成。利用者さんの笑顔を見た時が一番嬉しい。こう喜んでる姿を見るためにこう、あ、やってるんだなって思います。はい、今日は皆さんお待ちかねの給料日。お疲れ様でした。はい、すみません。じゃあ、お疲れ様。半月に1回こう目標の見直しがあって、例えば作業内容で今日盛り付けをしてた人は、うん、どれぐらいのスピードでできるのかっていうのを毎日測って記録したりとか。へー。ずっときっとここに通うわけじゃないから、うん、違うところに行って活躍できるように、うん、しなきゃいけないなって。ズバリ本音で答えてのコーナー。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。就労移行支援事業を担当している西野さん、就職を目指す利用者の方がビジネスマナーやコミュニケーションスキルを身につけるための支援のほか、ハローワークや面接への付き添い、履歴書の作成、就職した後のフォローなどを行っています。最初病院で勤務しておられて、そこからこう今の職場に移られたってことだったんですけど、はいはい、やっぱり障害者支援の方が面白かったからですね。はい、病院とかだと結構規模が大きいですし、なかなかこう自分のこうやりたいことをすぐに実現できなかったりするんですけれども、うん、ここの事業所ぐらいの規模だったら結構こう自分のやりたいことっていうのがフレキシブルにやれますし、うん、私学生の時ってあんまりこう人のために何かするとかそういうことをしたことがあまりなかったんですねだけれどもこの仕事って本当に目の前にいる人のためにこう自分がいろいろ考えてこうその人が良くなるようにこう働きかけるっていうようなことができるので、うん、すごくそれはやりがいがあるというか、自分もこう役に立ってるっていうような感覚がこう持てますし、持ちやすいですし、うん、すごい今の方が楽しいので今この仕事選んで良かったと思っています、はい、ありがとうございます。お休みとかってどうですか？はい、お休みは私は週休2日で祝日もお休みがほぼ取れています。やっぱり低賃金というか、はい、そういうイメージがやっぱりこうどうしても強い業界だなっていうふうに思うんですけど、はい、私は今のところは満足、不満はないです、うん、というのも、まあ、仕事と生活のバランスだと思うので、うん、まあ、よくワークライフバランスなんて言いますけど、やっぱり土日祝日しっかり休めて平日も残業なく帰れて、まあ、今ぐらいお給料もらえてればそんなに私は不満はないです、はい、
まあ、自分でねこう頑張っていけば資格取ったりとかすればその分手当てついたりとか、それこそ役職を頑張ってね、うん、施設長とか、あ、課長とか施設長とかになっていけばもちろんその分給料は増えると思いますので、なるほど。結構夏休みとかも長期取れます。あ、そうなんですか。去年は10日取りました。私はいいですね。10日取ってマレーシアに行きました。マレーシア行ったんですか。はい、行きました。いいですね、はい、そうやって海外旅行に行ってる人も結構いますよ。はい、うん、この施設では職員がお互い様精神で協力することにより多くの職員が長期休暇を取っています。今後西野さん的にやってみたいなみたいなところってあるんですか。私今の仕事がやりたいな。あ、すごい、はい、いいなそれは。そうですね、今の事業を発展させたり大きくしたりしていきたいなというふうに。今の事業を大きくするとかもできるんですね。はい、そうやって自分が思ったこととかやりたいことを結構実現できるので、うん、それは本当にやりがいになっていくと思うんで、自分がこうしたらもっと良くなるとか、うん、っていうことを考えながらお仕事をした方がきっと楽しいんじゃないかなと思います。山登りや岩登りなどプライベートも充実している施設長の岩田さん。スタッフ自身が楽しく仕事をしているっていうことで、利用者さんにもその楽しさをこうやっぱり伝えていかなきゃいけないと思ってます。ですので、まずは、まあ、スタッフ自身楽しくお仕事して働いて仕事をするって楽しいんだよっていうことを、まあ、まずは身をもって利用者さんに伝えていくっていうところは大事にしています。ワークセンターの隣には障害を抱えた児童を支援する稲城子ども発達支援センターがあります。ここでセンター長を務めるのは一児の母でもある村上さん。資格やキャリアアップについて尋ねると、入社して2年目に社会福祉士を取りまして、4年目に臨床発達心理士を取りました。なのでそれぞれ必要な分野で勉強をして資格を取ることは仕事をしながらでもできると思います。課長以上の役職をついているスタッフも女性のスタッフって割と法人の中ではいるので、今できることを着実にやればキャリアアップはできるかと思います。ワークライフバランスのお話を西野さんもされてたんですけど、こう自分のする仕事とそれに対する、まあ、報酬というかその辺のこうバランスがにこう満足しているっていうところであったりとか、ガラッとこうイメージが変わるというか、そういうお話は聞けたかなっていうふうに思います。西野さん曰くもっといろんな利用者さんを受け入れたいなって話があったんですけど、とてもすごくかっこいいなと思って聞いておりまして、もそれが実現できるっていうのにちょっと結構魅力を感じて、今後もこのまま突き進もうと思いました。障害福祉のお仕事は障害のある方の働くことをサポートし、そこから生まれる笑顔が仕事のやりがいにつながるお仕事。休みが少ないというイメージがありますが、長期のお休みが取れるなどワークライフバランスが取れる職場環境、職員のチャレンジ精神が尊重され、より良いサービスが生まれています。福祉の職場では多くの施設で環境整備を進めています。これからの障害者施設の現場にご期待ください。